ジュエリーブランドノンブルの新ブランドアンバサダーに超人気韓流バンド FT アイランドのボーカリストイホンギさんが就任します。これからこちらで兵役前のイホンギさんを迎えて就任式が行われます。ジュエリーブランドノンブルの新ブランドムービーをご覧いただきたいと存じます。本物はただそこにあるだけで輝いている。ノンブル。イホンギさん、ステージへお願いします。ようこそお越しくださいました。おはようございます、イホンギです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。新ブランドアンバサダーを務めることになりました。今のお気持ちをお願いします。ノンブルブランドアンバサダーを할수있어서너무기쁘고요그리고アンバサダーができてとても嬉しく思います。정말자주착용하고있습니다。本当によく使っています。ありがとうございます。さあ、そして本日ですね、先ほど皆様にもご覧いただきましたブランドムービーで着用されていた衣装でこちらにお越しいただいておりますが、ポイントをちょっと教えていただきたいんですけれども、あ、오늘사회자분과쌍둥이처럼보이고싶어가지고、あ、司会者の方と双子のようにお見せしたかったので。죄송합니다이렇게안웃을줄몰랐는데아그런식으로被るとは思ってませんでした。すいません。죄송합니다。すいません。아사실은이영상을実はこの映像천국의바다라는곳에서天国の海というそんなところで네촬영을해서약간좀천사처럼보이려고하얀색깔순백홍기를만들었습니다。そのような天国みたいなところだったので、天使のようにお見せするために純白の本気をお見せしたく、このような白い衣装で登場いたしました。新ブランドムービーの中で着用されてたイホンギさん、ちょっと見せてもらえるかな。こちらの、イホンギさんのイニシャルでありますノンブルの H のイニシャルペンダントトップ着用していただいてますけれども、つけてみてつけ心地いかがかちょっとお聞きしたいんですが。一応 H って結構僕ニックネームもホンスターって言われるんですけど、その H が一番大好きなその英語なんで、その H でこうプレゼントもらったりとかして、それでやでもつけてみたらやっぱりなんて言うんだろう、ちょっと大きいかもしれないけど、その自分の体と自分の体の一部になった気持ちがするようなその気持ちです。さあ、ブランドムービーの撮影、先ほどご紹介いただきましたハワイオアフ島の天国の海というビーチで撮影されたということですけれども、どうでしたか。楽しかったこと、印象に残ったこと、どんなことがありますでしょうか。1分ある。あ、初めて行ったところだったんですけど、天国の海っていうところで、本当に着いた瞬間にもう、あ、なんで天国の海って言われてんのかをもうすぐに分かりました。でそういうぐらい、なんて言うんだろう、僕らのスタッフさんと僕も撮りながら、なんか心配、逆に心配になって、この美しい景色とかが全部そのカメラの中に入れんのかなと思って、その中にそのノンブルのそのネックレスがもっと見れるようにちょっと頑張りましたけど、はい、そうですよね。まあそのシージェンとそのネックレスの美しさと、そういう일체감、일체감이뭐죠一体感、一体感、それがめっちゃ綺麗に見れたんじゃないかなと思っています。正直に言うと、なんか僕もちょっと見て、ちょっとなんて言うんだろう、その時なんて言うんだろう、綺麗すぎて、
なんか20歳のちょっとあの若かった自分の、うん、あの顔が顔みたいな、おそういう結構意外と若く見せてくれんじゃなかったのかなとそういうぐらい結構ね、うん、僕も好きな映像です。特に見てほしい、注目してほしいポイントがあったらぜひ。あれなんかこう真ん中のところかな、僕がなんかカメラに向かってあの水を投げるそういうシーンがあるんですけど、それを意外と結構撮りました。結構時間がかかったんですけど、あのでもそのシーンが一番綺麗に見えたんじゃないかなと思っています。はい、確かに素敵な爽やかで素敵なシーンでしたね。はい、ぜひ皆さんそのシーンにご注目してご覧いただきたいと思います。さあ、ここまでは新ブランドムービーのお話をお伺いしましたけれども、続いてはノンブルの製品についてもお話をお伺いしたいと思います。先ほどもご紹介しましたけれども、ノンブル H のイニシャルペンダントトップ今お付けいただいてますけれども、なんとですね、今回イホンギさんのブランドアンバサダー就任を記念いたしまして、はい、ありがとうございます、イホンギさん特別モデルでありますアルファ H のイエローゴールドの限定発売が決定いたしました。正直にあのなんかいろんなものを、いろんなあの服、洋服が大好きで、靴とか限定のやつがやっぱり一番欲しいものなんですけど、自分の限定のものが、ものを作ってくれて本当に嬉しいし、あの本当になんかみんなが同じものをつけて一緒になんか例えばライブとかで会えたらいいなと思うぐらい本当に嬉しいです。ありがとうございます。さあ、そしてイホンギさん、普段からノンブルの製品ご愛用いただいているということなんですけれども、特に気に入っている製品あったら教えていただけますか。僕はこのリング、はい、もうめっちゃ大好きです。うん、すごく素敵です、はい、これは何のモチーフか。あの7です。例えばどんな時にこのジュエリー身につけたいなって思いますか。あの、まあ、正直に普段毎日つけてるんですけど、特にはやっぱりライブの時は絶対、今回の韓国のライブがあったんですけど、その時もつけてて、うん、はい、ありがとうございます。ちょっと心配はあるんですよ、結構ロックをやるんですから、うん、体の動きが多いんですけど、そうですよね、大きいし、うん、だから取れちゃうんじゃないかなと、ね、でもやっぱりその硬いです、うん取れないです、ね、キャンペーンについてちょっと教えていただけますか。그기간중에구매하신후에인스타그램에올려주신분들중에서요사인이된즉석사진초키를10분에게드릴거고요그리고사인된포스터를20분에게추첨을통해서선물해드릴겁니다。期間中に購入いただき、インスタ投稿してくれた方の中からサイン入り写真を10名様、そしてサイン入りポスターを20名の方に抽選でプレゼントします。まだまだね、お話をお伺いしたいんですけれども、はい、そろそろお時間が迫って、短いですね。そう、あっという間だったんですけれども、一言お願いします。お気に入り の, あの数字やあのイニシャルが入ったジュエリーをあの自分自身にプレゼントしたり、あの一番大事な人にプレゼントしたりすると、あの気持ちいいんじゃないかなと思うし、あの僕も本当に気になっているし、ぜひ皆さんも気になってほしいです。就任式の後、ファン交流イベントが行われています。事前にキャンペーンで当選した10名のファンの方と一人一人ジュエリーをつけてチェキで記念撮影を行っています。嬉しそうですね。真ん中の H が通常はないイエローのカラー、日本機限定モデルです。そしてその前のプチのシリーズ、
これ単体でもいいんですけども、大きいアルファベットにパートナーや子供のイニシャルを一緒につけるというのも素敵ですよね。そしてラッキーセブン、イホンギさんプライベートでも気に入ってつけているんだそうです。今まで男性にジュエリーをプレゼントしたことはないんですが、イホンギさんがつけているのを見るととても素敵だなと思いました。自分へのご褒美だけでなく男性へのプレゼントとしても人気が出そうです。